フィリップスのバイアーリタ150デカルーメンで、あなたとあなたの家族の目を守ろう。オスラムの電球オスラムの電球タングスラムの電球の広告タングスラムの電球の広告 GE の電球、ポイボスカルテルは、戦艦機に白熱電球の生産と販売を支配するために結ばれた国際的な企業協約大英帝国の海外領土。ここに含まれる市場に関しては、あえオスラム、フィリップス。 ハングスラムが管理することとした共有領域、その他の市場前節の国際的な市場分割を可能にする手段として特許が用いられた。ポイボスカルテルに用いられた具体的な特許発明の例としては以下のものが挙げられる。1920年代以末、スウェーデン、デンマーク及びノルウェーの連合企業であるザノースヨーロピアン、ルマ c ー,ー、 オーパスソサイティが独立した生産センターの設立を計画し始めた。ポイボスカルテルはこれに対して経済的、法的な脅しをかけたが、意図したほどには成果を結ばず、1931年にはスカンジンナビア諸国でポイボスカルテルの参加企業のものよりも相当に安い白熱電球の生産と販売が行われるようになった。また、 ポイボスカルテルの当初の契約期間は1955年までとなっていたが、第二次世界大戦の勃発により続けられなくなった。大戦による中断を挟んで、1948年にカルテルの活動が再開される。しかしながら、1951年にポイボスカルテルの活動は、英国のントラスト委員会の報告書の対象となった。この報告書が、 消費者が電球により多くを支払うように仕向けたであろう価格カルテルについて非難した場合でもポイボスカルテルは寿命の制限が消費者の不利益をもたらしたという追求には反駁した。第二次世界大戦の開始時19世紀末から戦艦期にかけて結ばれた多くのカルテル契約が産業経済に果たした役割は研究者ごとに多様な解釈がある。 特に白熱電球の分野では、ポイボス契約のように、国内カルテルから国際カルテルへと進んだ。まず、アメリカ合衆国では1896年に、ゼネラルエレクトリックにより、白熱電球製造協会が設立された。ドイツでは、1911年に、電球の規格化が行われ、1918年に、アイグ、シーメンスハルスク、 ドイチェガスグルーリクと AG の3つの生産会社がカルテルを目的としたオスラムを組織した。これは第一次世界大戦の敗北の結果によりドイツ外の販売で損失を受けるのを阻止するのが目的であった。この作業集中のプロセスはこの後大英帝国などドイツの西にある他の国々へ波及した。これら国内カルテルの段階では主に自国の領域を 競合他社から守ることが意図されていた。しかしながら、独占または河川の地位にあるこれら企業の行動は、価格の恣意的な上昇も引き起こした。ポイボス契約が技術革新に対して果たした負の役割、特に白熱電球の計画的陳腐化における役割については、ほとんど文献がなかった。1920年代のフランスでは、アメリカとドイツの各企業の政策が、 電球産業にもたらした状況の結果、複雑な法廷闘争が引き起こされた。複数の裁判で電球に実施されている主事の特許技術が争われた。また、金融面でも込み入った争いがあった。これは、フランス国内企業が国際カルテルに加入する際に支払う加入量をいくらとするかという争いであった。高電圧長寿命の電球の導入に反対するカルテルの立場も、 契約参加企業が保有する特許を通して、オスラム、エジソンの技術を保護することに一致していた。ありがとうございます。